この達也は、日本の政治家、会社経営者、静岡県伊藤市長、元静岡県議会議員、東京都に生まれ、伊藤市に育った、伊藤市立西小学校、伊藤市立北中学校を卒業、静岡県立やい水産高等学校在学中に、父親を亡くす、奨学金制度により水産製造課を卒業、 伊東市内の水産加工会社に就職し、5年後の1987年、株式会社丸地水産を設立した。2005年7月に行われた静岡県議会議員の補欠選挙に立候補し初当選した。2007年の県議選で落選。2011年当選。2015年公認会計士の日吉祐太を破り、再選。県議時代は自由民主党に所属した。 2017年5月21日に行われた伊藤市長選挙に自民党、公明党の推薦を得て出馬し、出版情報会社社長の佐藤博史を退けて初当選を果たした。5月29日、市長就任。選挙の結果は以下の通り。当日有権者数6万671人、最終投票率。 53.92%2021 年5月23日投開票の伊藤市長選挙で再選。当日有権者数59,014人最終。投票率44.39%。ありがとうございます。